失礼します。それでは、第49回米子ガイナ祭りのボランティア事前説明会を開始いたします。本年度、ボランティア担当はですね、私、影山ジョージと、野々村千春の2名で、担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、まずボランティアに参加していただくにあたってですね、支給させていただくものについてご説明いたします。支給させていただくものは3点。祭りの T シャツ、あとは飲み物、ペットボトルですね、とネームプレート、この3点を支給させていただきます。飲み物に関しては、お一人に3本ぐらいは飲んでいただけるように、十分用意しますので、ぜひ遠慮せずにたくさん飲んでいただければと思います。食事の方はですけども、ちょっと今年はですね、暑さの関係等もありまして、ちょっと用意するのが難しいというところでして、ちょっとですね、お昼を挟むような方ですとか、夕方をちょっと間挟むような方がいらっしゃいましたら、ちょっと各自で、ちょっとお時間作って、食事の方を取っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。続いて、熱中症対策についてですね。水分補給をしっかりしていただいて、帽子、首タオル、あとは最近アームカバーですね。日焼けも結構バカになりませんから、体力もありますので、ぜひこういった対応で、熱中症対策の方をしていただければと思います。お盆も過ぎますけれども、なかなか暑い日が続くと思いますので、皆様、従々にお気をつけいただければと思います。感染症対策についてですけれども、暑いですけれども、原則マスク着用でお願いいたします。またですね、どうしてもマスクが息苦しいという場合ことでありましたら、ちょっと周りに人がいない、人だけのない場所に行っていただいて、ちょっとマスクを外して、その自分の自身の空気の入れ替えですね、等をしていただくのは大丈夫ですので、そこは無理のない程度に適宜、空気の入れ替えをしていただければと思いますけれども、基本会場はですね、マスク着用でお願いいたします。またですね、携帯用の 手指アルコール消毒液をですね、用意しようと思っておりますので、またご準備できましたらお渡しできればと思います。それではですね、まずボランティアの受付場所ですね、まず会場の方に来ていただきましたら、受付の方に来ていただければと。いうふうに思います。場所はですね、米子の本当に目の前、ワシントンホテルの隣にですね、毎年メインステージという大きなステージが立ちます。その後ろにですね、テントがいくつも並んだ本部テントというものがございまして、その場所にボランティアの、受付場所か、ボランティアの本部がございますので、まずはそこに来ていただければ、場所の指定ですとか、をお伝えしようと思っておりますので、まずメインステージ裏の本部テントのボランティア担当のところまで来ていただければと思います。ただですね、19日金曜日の5時からの時間の担当になっている方々 にお伝えするんですけれども、メインステージとテントが立つのが19日のですね、結構深夜の方になってくるんですね。そうすると19日の5時頃っていうと、まだ本部テントがございなくてですね、ちょっと迷われるといけないんですね。一応、ワシントンホテルの隣にですね、ボランティア担当の方が立っておこうと思っておりますので、そちらの方にお声掛けしていただければと思います。またですね、ボランティアの方の駐車場なんですけれども、駅前のですね、メインステージがちょっと離れた場所にですね、駅前イオンと、あと、米子コンベンションの、ビッグシップの立体駐車場の方がございまして、こちらの方が土曜と日曜は、終日無料開放しておりますので、こちらの方に来るお車の方をお止めいただいて、ボランティアの受付の方に来ていただければと思います。ただ申し訳ありません。ちょっと19日の金曜日のボランティア、金曜日に関してはですね、駅前イオンの立体駐車場ですと2時間まで無料なんですけれども、ちょっとそこから先が有料になってしまうので、今ちょっと他の場所で無料の場所が取れないかというちょっと相談をしておりますので、ちょっと金曜日、ボランティア担当になっている方に関しては、また追ってご連絡させていただきたいと思いますので、少々お待ちください。続いてですけれども、先ほどの、駅前のですね、本部天ドラの、方はですね、4時にはもう撤収作業が始まりまして、失礼しました。先ほどの、ボランティアの裏の本部テントの方は日曜日の、夕方4時ですね。
今も撤収作業が始まりまして、ボランティアの受付場所、集合場所の方が、米子港の方に移動します。今、米子港の PCR 検査会場のあるすぐそばのあたりなんですけども、あそこの方にですね、本部テントの方がございまして、そちらの方で受付の方をさせていただきます。まあ、主にやあの花火の、護岸警備ですとか、あとは、まあ、米子港の、救護の担当になっている方が、主に来られると思うんですけれども、6時から米子港の方が完全に封鎖されますので、ちょっと6時までに、この集合場所の方に来ていただきまして、ちょっと受付の方をしていただければというふうに思います。もしどうしても、6時が間に合わないということでしたら、ちょっとご相談いただければ、許可証等を発行いたしますので、行っていただければというふうに思います。また、米子港の場合はですね、駐車場も、同じ、同じ会場になりますので、車で乗り入れてもらって大変構いません。それでは、ボランティアのそれぞれの仕事について簡単にご説明させていただきたいと思います。まずは清掃と、あと巡回ですね。こちらは、まあ、30分から1時間に1回ぐらい、まあ、ゴミが出ますので、ゴミを順次拾って集めていただくと。と同時にですね、まあ、その感染症対策の呼びかけなども徹底していただこうと思っております。続いて、イベントですね。まあ、駅前パレードですとか、ステージイベントがあった際の、まあ、人流制御ですとか、ちょっとちょっと交通整備のために立っていただくとか、まあそういった仕事ですとか、花火の護岸警備ですね。まあ海に落ちる人がいないように立っていただくとか、まあそういった仕事が主立ってくると思います。続いて MC ですね。こちら駅前パレードですとか、まあ太鼓ですとか、そういった出場チームの、お名前を読み上げていただくですとか、紹介ですね。の方をしていただくようなボランティアとなっております。原稿の方はですね、こちらで全て用意いたしますので、ぜひ未経験の方でも大歓迎でございますので、ぜひ MC 興味がある方がいらしたら、お声掛けいただき、今からでも遅くありませんので、行っていただければというふうに思います。で、続いて救護ですね。まあ、傷病者、私、白いテントが立ちまして、そのテントの方で、まあ、怪我人とか出た際の、対応していただくという、していただくという、していただいております。まあ、毎年そんな大怪我の人間はいない、出ないんですけれど、まあ、切り傷ですとか、あと、ちょっとした熱中症で、気分が悪いですくらいの、方がほとんどなんですけれども、まあ、なんですけど、まあ、救護テントの方で、傷病者の対応の方ですね、していただければと思います。まあ、救護テントの方ですね、まあ、救急ボックスですとか、使い捨てのゴム手袋とですとか、フェイスシールドですね、ちょっと用意の方はしておこうと思いますので、どんどん使っていただければというふうに思っております。で、最後にですね、これ、ボランティアの役に関係なくですね、皆さんにお願いしたいんですけれども、米子がいの祭りですね、やはり、資材がすごいんですね。でもすごい数のテントも立ちますし、机とか椅子の量もものすごくいっぱいあるんですよ。あります。で、それを、まあ、立てたりとか、しまったりしようとすると、どうしてもものすごいマンパワーというか、人間の数が必要になってきますので、ちょっとボランティアの皆さん、自分の、まあ、その役職か、あの役割関係なく、テントの設営ですとか、椅子を出していただくとか、あとそれの撤収ですね。っていうのを、随時お願いすることがあると思いますので、ぜひ、無理のない範囲でいいですので、お手伝いいただければと思います。本当に重ねてよろしくお願いいたします。それでは、非常に簡単でございましたけれども、以上で、ボランティアの説明会の方、終わらせていただきたいと思います。もし、疑問、質問等ありましたら、下のメールアドレスの方にまで、送っていただければお返事いたしますので、も気になる部分がありましたら、メールの方を送っていただければというふうに思います。まあ、これでボランティアの事前説明会の方、終了いたしますけれども、具体的なそのボランティアの、参加時間ですとか、担当場所というのは、またお盆前後でくらいにはですね、お知らせでしようと思っておりますので、ちょっともう少々お待ちいただければと思います。
それでは本日はお時間いただきまして、誠にありがとうございました。これで、事前説明会の方を終了させていただきます。